野良神、はい、DVD 第1巻買いました。おー、ありがとうございます。うん、特典 DVD で神谷さん、まやちゃん、カジ君の仲の良さや、神谷さんが実は真っ白な心を持っているピュアモグラ野郎だということ、うん、あと原担ぎとして勝負パンツを履いていること、ほうほうほう、知らない部分を垣間見えてすごく楽しめました。へー、うんうん、ところで個別インタビューでマーヤさんが男性陣はよく殴り合っているとおっしゃっていましたがどういうことですか。よかったら教えてくださいというメールをいただいております。あ、そうですか。あらあら、これちょっと一つずつ紐解いていきましょうかね。いや、まあ紐解いたところで皆さんご存知かと思いますけれども、うん、僕なんて言ったそばから自分の発言なんて忘れていきますから、あらららら、言われてもいまいちピンとこないんですけども。そうだね、今ピンときてなかったよね。ただ、あの、野良神の DVD が今、2巻まで発売されておりまして、うん、で、その中に映像特典として、まあ分割されてね、うん、いろんな、ものが収録されているんですけども。こんなの撮ってたんだね。僕とあの、まやちゃんと、あと、かじ君3人で、うん、まあ、クイズというか番組を撮りまして、うん、それが多分分割して入ってるんだと思いますけれども、その一部をご覧になったんでしょうね。真っ白な心を持っている。モグラ野郎だと。うん、ピュアモグラ野郎。ちょっと意味わかんないですね。僕もよくわかんないです。真っ白な心を持ってるって言って、嘘だしこれ。え？真っ白な心を持っているって自分で言ったの？知らない。覚えてないんだもんね。いや、覚えてない。自分で言ってないと思うよ。そうだよね。僕の性格を君は分かっているだろ。分かっている。そういうことを言ってるときは何か企んでるときだよ。確かに確かに。よっぽど追い詰められてるか企んでるときだよ。そうだ。だろ？そうだ。あれ？そんなこと僕は言うはずがないんで。分かんない。分かんない。自分の発言中自信が持てないわ。言ってんのかな？うん、ここはじゃあ、これはじゃあ特典 DVD、神谷さんもじゃあお家帰ったらまだ見といてください。見た方がいいんだけど、ただなんか楽しかったことだけは覚えてますよ。そうだね。うん、まあじゃあこれだよ。これを掘り下げようよ。個別のインタインタビューでマーヤさんが、男性陣はよく殴り合っているとおっしゃっていましたが、どういうことですか。まあ主に殴られてるのはカジ君ですけど、うん、まあそうだよ。殴っているのは小野君ですよ。いやーだっていつものやつです。いつものやつですよ。そうですよ。そうで、この番組で言いましたもんだって、はい。それじゃれ合いでございますよ。じゃれ合いっていうかね。じゃれ合いの加減が分かんなかっただけですよ。だからこのバカ先輩は加減が分かんねえんだっていうふうに言われちゃうんだよね。うん。だってバカって言うんだもんまた。そしたら殴るでしょうが。そしたらまたバカって言うからあいつ。ああ。まああの小野さん来れなかったんですけども、先日野良神の打ち上げがありまして。あ、ですね。はい、非常に楽しかったんですけれども、うんうんうん、あのまあ小野さん並びにカジ君も来れなくて、カジ君来れなかったんだ残念だねなんつって、うんうん、まあ小野君の話題は一瞬たりにも上らなかったんだけど、カジ君が来ないっていうことに関してはみんな寂しがっていて。触れろよ。で、一瞬ぐらい触れろ。あの酔っ払った内田真彩が。うん。カジさんに電話しましょうつって。え？来てないから。来てないから。なんで来てないんですかと？多分もう終わってますよね、仕事って言って。電話しまして。日和が。そう。あの、まやちゃんがちょうど手元に自分の携帯がなかったから、うん、じゃあ僕かけるよって言って、僕ので、うん、携帯電話でかけたのね。うん、そしたら留守電になっちゃったから、うん、僕と、日和の、うん、内田まやちゃんと、うん、あとラボっていうアニメオリジナルキャラクターした、桜井貴博、3人で、はいはい、メッセージを入れまして。あら、豪華。そう。まあ、豪華な、まあ、豪華ですよね。いいなあ。で、その留守電を聞きつけた、うん、カジ君が1時間後くらいに電話してきて、あ、電話かかってきたつって、もしもーしって出て、完全に宿ですもう声大きい。そうね。宿電話、まあまあ、作中でもね、ありますけれども。かかってきたって。あいつからかかってきたやつだから、あの、通話料あいつ持ちだから永遠話してやろうぜ、つって。ずっと回すって。切りたくても切れないやつってことですね。で、監督とか、あと私とか先生とかにも、あの、渡して、お話しして、はい、いいですね、うん。なんかでもね、オンエア見てても思いましたけど、すごく好きな人たちが作ってるっていう、なんかちょっと愛情感じるね、なんか作品になってたなって、改めて思いますよ。なんか先生ね、あの、うん、カード書いてくれて、はい、始まる、そのアニメ収録始まる前と、あと終わった、その最終回の時に、はい、あの、絵を描いてくださって、カラーでね、一人ずつ描いてきてくださって、うん、忙しいのに すごい綺麗なカラーイラストを僕らいただきまして、うん、にもかかわらずですよ、うん、打ち上げのビンゴ大会で最後まで僕残ってしまいまして、うん、一番最後の商品が PS4 と、うん、あともう一個が嵐とか先生に好きなキャラクターを描いてもらえるっていう権利だったんですよ。おっと最終的に残ったのが僕と増田くん、うん、おはい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 、でじゃんけんして僕勝ちまして、うん、PS4 は持っているから増田くん持って帰りたまえと、うん、僕は足とか先生にイラストを描いてもらいます。また再びの。そうなんですよ。で、何描いてほしいですかって言われたんで、ひよりちゃんをっつって。やとはあの今まで描いてもらったんで、ひよりをお願いしますっつって。
日和を書いてもらうことになってます。あ、いいね。はい。足立とか先生の書く日和はちょっと、可愛いし、ちょっと日刊的でもあるじゃないですか。ぜひエロいを書いてもらってください。だからまあ、今、まだ。そして僕に見せてください。うるせえよ。僕に見せてください。うるせえよ。真っ先に。うん。で、まあ、手元にまだないんですよ。今、一生懸命作画中ということで。なるほど。はい。だからありがたいですよね。うん、まあ、あと、ひどいなと思ったのは、ボンズの南社長が、うん、その、当たった僕のところにパーって来て、うん、お、これ好きなもん書いてもらえるんだろ、ドラえもん書いてくださいって言ってこいよ。ボンズの好きなもん書いてくれるんだろ、キャラクターは。ドラえもん書いてくださいって言ってこいよ、おい。バカなのかな、こいつ。打ち上げて、そんな感じですよね。南さん、相変わらずね、楽しい方ですけれどもね。はい。ドラマ、いい作品でございますよ。はい。野良神。はい。DVD、第1巻買いました。おー、ありがとうございます。うん。特典 DVD で、神谷さん、まーやちゃん、カジ君の仲の良さや、神谷さんが実は真っ白な心を持っている、ピュアモグラ野郎だということ。うん。あと、原担ぎとして、勝負パンツを履いていること。ほうほうほう。知らない部分を垣間見えて、すごく楽しめました。へー。うんうん。ところで、個別インタビューで、マーヤさんが、男性陣はよく殴り合っているとおっしゃっていましたが、どういうことですか？よかったら教えてください。というメールをいただいております。あ、そうですか。あらあら、これちょっと一つずつ紐解いていきましょうかね。いや、まあ、紐解いたところで皆さんご存知かと思いますけれども、うん、僕なんて言ったそばから自分の発言なんて忘れていきますから、あらららら。言われてもいまいちピンとこないんですけども。そうだね、今ピンと来てなかったよね。ただ、野良神の DVD が今、2巻まで発売されただけは覚えてますよ。そうだね。うん、まあ、じゃあこれだよ。これを掘り下げようよ。個別のインタビューで、マーヤさんが、男性陣はよく殴り合っているとおっしゃっていましたが、どういうことですか？まあ、主に殴られてるのはカジ君ですけど。うん、まあ、そうだよ。殴っているのは小野君ですよ。いやだっていつものやつです。いつものやつですよ。そうですよ、そうで、この番組で言いましたもん、だって。はい、それ、じゃれ合いでございますよ。じゃれ合いっていうか、ね。じゃれ合いの加減が分かんなかっただけですよ。だからこのバカ先輩は加減が分かんねえんだっていうふうに言われちゃうんだよね。うん。だってバカって言うんだもん、また。そしたら殴るでしょうが。そしたらまたバカって言うから、あいつ。ああ。まあ、小野さん来れなかったんですけども、先日、野良神の打ち上げありまして。あ、ですね。はい、非常に楽しかったんですけれども、うんうんうん、まあ、小野さん並びにカジ君も来れなくて、カジ君来れなかったんだ、残念だね、なんつって。うんうん、まあ、小野君の話題は一瞬たりでも伸ばなかったんだけど、カジ君が来ないっていうことに関してはみんな寂しがっていて。触れろよ。で、一瞬ぐらい触れろよ。酔っ払った内田真彩が、うん、カジさんに電話しましょう。渡して、うんうん、お話しして。いいですね、うん。なんかでもね、オンエア見てても思いましたけど、すごく好きな人たちが作ってるっていう、なんかちょっと愛情感じるね、なんか作品になってたなって、改めて思いますよ。なんか先生ね、カード書いてくれて、はい、始まる、そのアニメ収録始まる前と、あと終わった、その最終回の時に、はい、絵を描いてくださって。そうなんです。カラーでね。一人ずつ描いてきてくださって。忙しいのにね。すごい綺麗なカラーイラストを僕らいただきまして、にもかかわらずですよ、打ち上げのビンゴ大会で、最後まで僕残ってしまいまして、あら。一番最後の商品が PS4 と、あともう一個が、足立とか先生に好きなキャラクターを描いてもらえるっていう権利だったんですよ。おっと最終的に残ったのが、僕と増田くん。おぉ、はい、はい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 。で、じゃんけんして僕勝ちまして。うん。つって。え？来てないから。来てないから。なんで来てないんですかと？多分もう終わってますよね、仕事って言って。電話しまして。日和が。そう。まやちゃんがちょうど手元に自分の携帯がなかったから、うん、じゃあ僕かけるよって言って、僕の携帯電話でかけたのね。うん、そしたら留守電になっちゃったから、うん、僕と、日和の、うん、内田まやちゃんと、うん、あとラボーっていうアニメオリジナルキャラクターした、桜井貴宏、3人で、メッセージを入れまして。はいはい、あら、豪華。そう。まあ、豪華な、まあ、豪華ですよね。いいなぁ。で、その留守電を聞きつけた、うん、カジ君が1時間後くらいに電話してきて、あ、電話かかってきたつって、もしもーしって出て、完全にやっと。もう声大きい。そうね。やっと電話、まあまあ、作中でもね、ありますけれども。かかってきたあいつからかかってきたやつだから、通話料あいつ持ちだから永遠話してやろうぜ、つって。ずっと回すって。切りたくても切れないやつってことですね。で、監督とか、あと足立とか先生とかにも来ておりまして、うん、で、その中に映像特典として、まあ、分割されてね、うん、いろんな、ものが収録されているんですけども。こんなの撮ってたんだね。僕とまやちゃんと、あとカジ君3人で、うん、まあ、
クイズというか番組を撮りまして、うん、それが多分分割して入ってるんだと思いますけれども、その一部をご覧になったんでしょうね。真っ白な心を持っている。モグラ野郎だと。うん、ピュアモグラ野郎。ちょっと意味わかんないですね。僕もよくわかんないです。真っ白な心を持ってるって言って、嘘だしこれ。え？真っ白な心を持っているって自分で言ったの？知らない。覚えてないんだもんね。いや、覚えてない。自分で言ってないと思うよ。そうだよね。僕の性格を君は分かっているだろ。分かっている。そういうことを言ってる時は何か企んでる時だよ。確かに確かに。よっぽど追い詰められてるか企んでる時だよ。そうだ。だろ？そうだ。あれ？そんなこと僕は言うはずがないんで。分かんねえ。分かんねえ。自分の発言中自信が持てないわ。うん、言ってんのかな？ここはじゃあ、これはじゃあ特典 DVD、神谷さんも、じゃあお家帰ったらまだ見といてください。見た方がいいんだけど。ただ、なんか楽しかったこと、